続きまして、使えるチャート分析ワンツースリーのコーナーです。このコーナーでは、チャート分析で使う指標の意味からその使い方まで、インバスト証券投資情報室テクニカルアナリスト、山口哲也さんに、投資の初心者に向けて優しく、レクチャーしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、主さん、こんばんは。もよろしくお願いします。皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、では、今日はですね、これまで勉強してきた、チャート分析についてのこちらに出てますが、はい、今までのおさらいということで、はい、はい、そもそも、どのような考え方でこうチャートは成り立っているのかというのをちょっとまずお話を聞きたいんですが、あ、はいはい、まずですね、はい、チャート分析っていうのは、まあ、この3つの前提から、はい、成り立ってます。はい、で、1つ目は価格は全てを織り込んでる。うん、まあ、チャートっていうのは投資家の心理とかそういったものをすべて、反映して、作られてるんですよ。はい、で、2つ目は価格はトレンドを形成する。上昇トレンドと下落トレンドと横ばいのトレンドがありますよ。なので、例えば移動平均とか、はい、トレンドラインなんかがあると思うんですけど、はい、まあ、トレンドの分析の方法になってると。はい、で、最後は歴史は繰り返す。で、この3つ目、はい、まあ、過去をあったようなことがまた同じような形でチャート上で表現されていると。そうなんですね。こういったことからチャート分析の前提っていうのがあって、で、ところで、まあ、今までチャートの分析をやってきた上で一番最初にお話をしたのがロウソク足なんですけども、はい、ロウソク足ですけども、石城さん、あの、ロウソク足って何だったか覚えてますか？これは値動きを表すグラフです。あ、さすがですね。はい、値動きですね。はい、始め値とか高値とか安値、はい、こういったものを使って価格の推移を表したものがチャートですよ。はい、で、その中で売買のポイントっていうのは、はい、下降トレンドの時には黒い陽線が多く出ていて、はい、で、上昇トレンドの時には白い、あ、陽線では陰線ですね、すみません。はい、で、白い陽線の方が多くなっていると。はい、で、相場の転換期にはこういうヒゲの長い足が表示されることが多いですよ、はい、という感じになっています。はいはい、じゃあ次に、はい、勉強しましたトレンドライン、はい、トレンドライン、はい、うん、これってどんな感じでしたっけ？はい、これは、このように高値と安値と高値を結んで自分で線を引いていくラインですね。あ、惜しいですね。あと高値と高値と、あ、そうですね、安値と安値とを結んでいくラインがこの斜めで、はい、そうですね、はい、高値と安値を結んでいくのがこうまっすぐのラインですよね。あ、そうですね。 3種類の線があったの、私は、はい、さすがです。覚えてます。まず一つ目は下降トレンドラインとか上昇トレンドラインと呼ばれるもので、はい、下降トレンドラインというのは高値が右肩下がりに切り下がっているとき、はい、上昇トレンドラインというのは安値が右肩上がりに切り上がっているような、はい、に線を引きますよ。はい、で、売買のポイントっていうのはこのラインに接したときに下がってくるんであればこっちでは売り、このラインに接したときに上がっていくようであれば買いと、はい、ただ下がっていくような時にこれを上抜けてくると、はい、どっちでしたっけ？売りです。買いです。買いです。はい、はい、で、もう一つ、先ほど藤代さんが話された、はい、高値と安値を、まあ、横にピヨーンって引っ張ってやってます。はい、で、こういうのは、ちょっと見えますかね、こういったところで下値支持線になったものが上値抵抗線になったり、こういったところで下値支持線になったものが将来の上値抵抗線になったり、はい、ということで将来的にこういったところが、サポートやレジスタンスになってくる可能性が高いですよっていうラインですね。で、その次ですね、はい、最近やりましたけど移動平均線、はい、移動平均線、藤代さん、どんなんでしたっけ？これはボタンを一つ押すとこうラインがこう出てくるトレンドラインと似た意味を持つ線です。うん、あ、そうですね。まあ、
チャートによって ボタンは1個か2個かわからないんですけども、はい、チャートのツールを設定すると勝手にこう、はい、ラインが引けますよ、はい、で終値を、はい、過去の一定期間の終値を結んだラインが移動平均線 で、はい、で似てるのは、まあ、例えばこの、はい、下降トレンドライン、はい、それから上昇トレンドラインと同じように、はい、まあ、利用することができますよ、はい、売買のポイントとしては移動平均線を価格が下回った時、はい、それから価格が移動平均線、まあ、下降している時は近くなって下がり始めたところやちょっと上回って下がり始めたと、はい、こういったところが売りのポイント、はい、逆に価格が移動平均線を上抜けてくるような時に買いのポイントになったり、接して上がってくるような時、ここが買いのポイントになってきます、はい、もう1個あったの覚えてますか、はい、もう1個、はい、移動平均線の、はい、そうです。え、なんだっけ、先週やったやつです。先週やりましたよね、はい、1、2、3、はい、ゴールデンクロスとレッドクロスですね。レッドクロス、はい、はい、長い移動平均線を短い移動平均線が下回ってきた時っていうのが売りのポイント、はい、それから長い移動平均線を短い移動平均線が下から上に突き抜けてくるような時、はい、こういったのが買いのポイントになってきますよ、はい、ということです。はい、はい、まあ、今回は一応まとめという形で、はい、今までの、説明のまとめをしたんですけども、はい、覚えていただけましたでしょうか。ちょっともう一度私自身復習したいと思いますね。はい、はい、あ、でもこれを実際にこう活用して、はい、見ていくと、すごい面白いかもしれないですね。そうですね、はい、で過去のこう振り返っていくと繰り返しているのもこう分かってきたりしますよね。そうですね、ね、はい、分かりました。はい、ちょっと私もっと勉強してきますので、はい、頑張ります。はい、で山口さん の、はい、チャート分析のこの見方 の詳しい、またさらに動画とかって配信されてるんですよね。 YouTube の方で配信されてるんですよね。はい、はい、どういう風に検索すると出てくるんですか。 YouTube の検索でインバスト証券とか、はい、あと私の名前でも多分結構上の方に出てくると思います。わ、はいはい、かりました、はいはい、なのでぜひこちらの方も皆さん気になる方はチェックしてみてください。はい、山口さんありがとうございました。ありがとうございます。また CM です。